で、保存できましたら、今度は、表示階を2階にして、まあ、2階の入力、2階床の入力をしていきます。で、これもまた、岡材から、新規で、入力していきますけども、1階と同じですね。まあ、総2階だと特に変わりもなく、こういう感じで、岡材を入力していきます。で、2階より上の針製は、かなり、耐震性能に関係しますんで、まあ、この針製ですね、針の高さを変えるところが使用選択画面にありますんで、まあ、これもできるだけ実際に近い仕様で入力していただけたらと思います。この断面も、ここの表示で、表示することができますんで、まあ、チェックしながら入力をしていけたらと思います。まあ、ちょっと今日は、このまま同じ仕様で、同じ断面でいっちゃいます。で、もうあとは1階と一緒ですね。こう柱をまた入力をして、いきます。で、2階は、筋階を入力してみようと思うんですけど、まあ、筋階も壁なんですけど、まあ、筋階の場合、圧縮と引っ張りで性能が違いますんで、まあ、ちょっとそれも再現することができるということで、この壁と区別しています。まあ、実際こう入力してみると、まあ、こんな感じで、どっち向いてるかっていうのが出てきます。で、最初にタッチした柱が、この針の、筋交いの下が取り付く柱になりますんで、まあ、左右均等に入れるっていうのが原則ですけど、まあ、こういう感じで、ハの字とか V 字で、対象に入れてきます。なので、これもどっち向きかっていうのが、まず指定とかあれば、まあ、それに従うと、より精度の高いシミュレーションができます。で、たすき掛けにするときは、こう、1回で、こういう感じで、往復すると、たすき掛けに、することができます。で、それで2階もまた水平光面を同じ仕様で自動生成しちゃいます。まあ、そうするとこういう感じで、水平光面を貼ることができます。
で、これで、水平方面、例えば吹き抜けになってるとかいう箇所があれば、これをこう削除して開けておくと、まあ、ここがもう本当に水平方面がない計算というのができますんで、まあ、これがない分、まあ、周りにこうしわ寄せがいくんですけど、床がちゃんと持つかというふうな検証もすることができます。はい。で、2回が終わりましたら、RF ですね。まあ、ここも同じです。小屋張りのところですけど、また針を入れて、入力をしてきます。で、この小屋の入力のところですね、これが実は、いただく質問のかなりを占めるんですけど、どう小屋組入力したらいいかというご質問すごくいただくんですけど、オールスタートでは、小屋組はもう面として考えて大丈夫ですというふうな説明をしてます。まあ、というのが、小屋組が起因となって全体が崩壊するっていう、壊れ方が、まあ、台風とかではたまにありますけど、地震ではほとんどありませんので、もう小屋は、まあ、重量とその先端力だけ再現すれば、この面でモデル化して OK ですというふうな説明をしています。で、先端力は、まあ、例えばこれ、火打ちが張ってあれば、まあ、それを水平方面でモデル化をして、で、これだけだと、ふにゃふにゃな水平方面になっちゃいますんで、まあ、実際はこういう屋根が乗ってると思います。で、これも屋根をこう立ち上げるんじゃなくて、これももう面で表現して、で、水平方面、1水平方面に変換をして入力したらいいんじゃないかということを言ってます。まあ、これでかなり近いシミュレーションができると考えてます。なんで実際もですね、まずは、小屋組のですね、小屋張りを入力終わりましたら、水平方面1を選んで、で、針、まあ、例えば、火打ち方面ですね、これを入力していく場合は、まあ、ここから、針背と平均負担面積で区別してるんですけど、まあ、今これ200等の針製ですんで、まあ、この150ミリ以上の3つが対象になってきます。で、こう平均負担面積っていうのは、火打ち1本あたりが負担してる、この水平方面の面積ということになります。で、これ一番簡単なのは、もうここの面積を、この階に存在する火打ちの数で割ってしまうというのが一番簡単なやり方です。まあ、それで、それほど遠い結果にならないと思うんですけど、ただ、L 字になってるとか、ちょっといびつな形をして、で、ブロックごとのその水平方面の仕様を変えたいんだという場合は、まあ、それはそれで大丈夫です。ブロックごとに、その面積を求めて、で、そのブロックの中の火打ちの本数で割っていただくと、近い計算ができると思います。例えば、ここの中に、まあ、火打ちが8本ぐらい、あるいは8本、もうちょっとあるかもしれないですけど、まあ、それぐらいあったとして、で、この面積をその本数で割ると、まあ、例えば3.3平米以下の負担面積だったと。まあ、そしたらこれを選んで、でもうズバッとこれ自動生成しちゃいます。で、さらにこれだけだとちょっと弱いです。火打ちだけだと弱いんで、
この上の屋根ですね。まあ、それをここでモデル化します。で、水平光面2を選んでおいて、で、屋根は、転び止めがあるかないか、あるいは屋根勾配で3種類分かれてますけど、まあ、ちょっとここから一番近いのを選んでいただいて、で、水平光面の自動生成で、今度は2を選びます。まあ、そうすると、こう、2つ、記号が出てきましたけど、二重に、ここのエリアは水平光面が入ってますというふうな意味になります。まあ、この2つがあると、まあ、結構カチッとですね、2階の屋根、も、先端力として再現することができます。はい。で、だいたいこれ上まで入力終わりましたけど、ここのタブのですね、この 3D 表示っていうのを、これ、別に入力の途中でもいいんですけど、押していただくと、まだこれ重量設定してないんで、こういうワーニングが出ますけど、無視すると、こういう感じで、まあ、これまでモデル化した建物を3次元で見ることができます。で、こうまた戻って修正して 3D 表示というのでも OK です。で、この画面も左をこう、ドラッグすると、マウスの左をドラッグすると、視点変更になりまして、で、スクロールで拡大縮小をします。で、スクロールをしながらマウスを動かすと位置変更できますんで、まあ、好きなアングルを決めることができます。で、この時になんかエラーメッセージが出る時があります。まあ、例えばさっきの、こう、壁の両側に柱がないとかあれば、3D 表示ってやると、こういうエラーメッセージが出てきます。で、どこにエラーがあるかっていうのも出ますんで、まあ、こういうのが出れば、ちょっと修正をいただけたらと思います。この時にこう重量設定されてませんって出る通り、まだ重量設定してないです。重量かなり重要で、建物の耐震性を左右する、一つの要素ですけど、重量は、ここの表示階を変えると、ここに階重量というのがありますけど、これを変えて、各階の重量を設定していきます。別途、構造計算とかやった時の重量の拾いがあれば、それを、その数値をそのままこう、入力いただけたらと思うんですけど、まあ、そういうのがないという場合に、このウォールスタットで重量設定というのができます。メニューの、この重量設定のですね、重量設定を選んでいただいて、で、そうすると、床面積から、まあ、簡単な区別ですね。3種類の建物仕様の区別で、こう重量を概算するという機能があります。で、こう床面積、これ自動で計算してますけど、もしこれ違えば少し数値変えてもらいたいんですけど、で、ここから計算した数値ですね。これが各階の重量になります。これで OK であれば、設定ってしてもらうと、重量が自動でですね、こう設定されます。はい。で、
今ですね、この壁の長さってあんまり気にせず入れてるんですけど、まあ、実際は図面で、もう高度検討したような図面があると思うんですけど、このウォールスタットでも目安で、どれぐらい壁が入ってるかというのも見ることができます。まあ、ここのメニューの設定の、壁量計算というのを見ていただくと、まあ、今、この必要壁量に対してどれぐらい壁が入っているかという数値を見れます。これは、施工令46条の必要壁量ですけど、ちょっと足りないですね。1階が、まだ8割ぐらいしか入ってませんので、まあ、もうちょっと増やしてみようかと。1階ですね。で、まあちょっとこう、2枚ずつぐらいこう増やしてみます。で、もう一回壁量計算すると、今度1超えてますんで足りてますね。あとこれ変身率も出ます。これ変身率、壁がちょっとこう変身してたら、変身率計算すると、まあ、ちょっとこう変身したような数値になります。で、中心と合心の位置も出てきます。あと、ここの品格法でやると、品格法の壁量、等級2と等級3に足りてるかというのも出てきます。まあ、ちょっと等級2には足りてないですね。まあ、もうちょっと増やしてみると、まあ、等級2ギリギリぐらいの壁が今入ってます。はい。じゃあ、これを一旦保存して、で、3D 表示ってやると、まあ、こういう感じの家ですね。じゃあ、これ、じゃあもう、早速計算してみようかというので、この一番右のタブですね、計算実行。押します。